10日浜松市西区で魚が大量死していた問題について、市は川の水質や魚を検査しましたが、異常はなかったと発表しました。酸欠が大量死の要因とみられています。10日浜松市西区有等町の6軒川でボラなどの魚数十万匹が死んでいるのが見つかりました。 その後、浜松市環境保全課は川の水質を検査していましたが水質に異常はなかったということです死んだ魚の体内からも死因の特定につながる物質は検出されませんでした市は潮位の変動によって水深が変化したことや魚が大量に遡上したことで魚が酸欠になり大量死したと見ています。また 水質や魚体の検査結果から人への影響はないとしています。